ちのバー研究室へようこそ。お、今回はようこそ。はい、作業用動画、作業用動画来ました。おなじみの、おなじみ作業動画、ただ喋ってるだけですね。そうですね、はい、あのなので、忙しい人は、うん、もうあの暇な時に見ていただいて、そうですね、もう音のみで楽しんでいただいて、音のみでね、うん、なるべくはっきり喋りたいと思います。はい、はい、聞き取りやすく。そうです、そうですよ。またまたなっちゃう。またなっちゃう。やるよくないよ。はい。何からいきましょうね。なんですかね。最近ライブ配信やたらやってますよね。ああ。やたらってわけでもないけど。まあでも3回ほどやりましたね。やりましたね。ね。なかなか面白いです。面白いですね。で僕ね驚いたのが、はい、結構人来てくれるんですよね。確かに確かに。だから一番すごい時に90何人来てませんでした、うん、土曜日の夜中ですよね。ああそうだそうだ、2時とかやってて、うん、そうそう、うん、であんな時間に、そう、90夜中に、そうなんですよ、すごかったですね。びっくりですね、うん、僕あれなんですよ、 Facebook ライブをちょっとやったことがあって、うん、はい、でも Facebook って結局なんだろう、こう狭い範囲なんですよ、はいはい、自分の友達とかそういう人にしか行かないので、はい、だから見てる人数も、うん、まあせいぜいそんな、後々再生回数見ると200何回とかなんです、あ、なんですけど、回のやつで、そうそうそう、はいはいはい、なんですけど、うん、でもじゃあライブで見てくれてるの何人かって言ったら、うん、まあせいぜい頑張っていっても20人とかさ、うん、そんなもんだに比べて、やっぱ Facebook は、うん、しかも初見ですって方がいたりとかさ、はいはいはい、いろいろした上で人数多いじゃないですか。 YouTube は？ YouTube はね、あ、YouTube だ、あYouTube はさ、 YouTube は ね、うん、多いじゃないですか、うん、だからちょっとびっくりしました。そうですね、うん、本当にありがたい限りですよ ね、多くの人の目に触れてね、そう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 、うん、でね、やっぱこれから今ちょっと時代的にさ、はい、外出づらいでしょ今、うんうん、流行り病のせいで、そう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 、うん、あのお流行りになってるさ、あれに何のせいです、うん、出づらいじゃないですか、はい、だからなんかこうさ、バーチャルバーみたいな形でちょっとやっていければなと思いますね、はい、で皆さんでちょっと飲みながら、このなんだね、バーの店員とお話しする感じとね、コメントいただいたやつにちょん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 こう答えていくみたいな形で、まあ、バーに来てる雰囲気をお家でお酒飲みながら味わえるっていうようなちょっとコンセプトで、なんかそうライブ配信ちょこちょこできたらなって、うん、よければね、チャージでスパチャを投げてもらって、あ、そうですね、チャージで、まあ、スパチャ、まあ、5万円まで出せますから、5万円まであるんで、一発5万まで行くんで、行くんで、ぜひ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 、まあそんなね、はい、あれなんですけど、別にあれなんですけど、チャージ代ですってね、この前くれた人いましたね。そうそうそう、はい、はい、まあでもね、スパチャといえばスパチャといえばですよ、はい、いや、ライブ配信はひどいやりたい放題ですからね、そもそもアーカイブしないじゃないですか、うん、絶対にしないっていう ね、残さないんで、うんうん、残してないってことはどういうことかっていうと、まあ口調が悪いっすね。まあそうですね、口調が悪かったりとか、はい、ふざけまくります、ふざけてるね、はい、ふざけてるといえば、あの教祖様が出るっていうライブ配信で出来上がったキャラクター、はい、教祖様っていうのが出ますからね、はい、うん、ツイッターも始めたようで。ツイッターも始めた教祖様ね、ツイッターも始めたんですよ、はい、ありがたいお言葉がね、そうですね、ちょ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 がありますけど、うん、まあすごいね、うん、ラインスタンプ作ろうかなと思って教祖様の、教祖様のT シャツとかデザインしてみようかなまあ T シャツとかいいね、かっこいいと思うよ。いくらで設定します？何がですか？ T シャツ1枚、1枚1枚テロンテロンの白い T シャツに、テロッテロのやつ、テロッテロのやつ、うん、1回洗ったらもうテロンテロンのクテンクテンになるやつに、あの紙袋かぶったスーツのおっさんがプリントしてあるっていうだけ、真っ黒のやつ、そうです、まあそれはお気持ちでいいじゃん、お気持ちお気持ちでみたいな、そうです、お気持ちで、やっぱそうです、そういうことです、ね、そういうことだから、はい、そういうことになってますから、やっぱり、はい、彼の目的は何なんだろうね、まあ世界平和、世界平和じゃない世界平和、はい、世界の平和を導く、導いてる、導いてる、あ、やっぱり導いてる、うん、導いてるんですね、
あ、そうか。すごいありがとう、あのね、あの、なんでしょう、お言葉はね、あ、コメントね、いただいてますもんね。そうだ、そうです、そうです、そうだね、うん、なんかすっきり目が覚めましたとかね。そうです、なんか面接の言葉がスムーズに出ましたとかね合格ですね、もう間違いなく。間違いないでしょ、あれはもう合格ですよ。そうです、うん、採用ですね。そうですね、もし不採用だったとしたらまあそれもそれで教祖様の導きなんそうですよ、そういうことですよ。すごいね、すごいですよ、なんとでも言えるねそうか、そうです、なんとでも言います、なんとでも言えるんだ、うん、すげえ、すげえわ教祖様、まあ、オールマイティですよ。なるほど、なんでもいける。まあ、ぜひツイッター見ていただきたいですね。そうですね、うんうん、まあ、見たことない人もいらっしゃるし、うん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 、きっとそうですね、ツイッター見ていただいて、はい、こんなやつかと、ね、必ずいいことが起こると思います。なんかいいこと、僕はね、僕はもう本当に、あ、そうだ、ね、ここ最近もずっと体調が悪くて、はいはい、2、3日高熱にうなされてたんですよ。そうなんです、そうなんです、そうなんです。でね、ふとね、こう僕のね、この YouTube の、 あのタイムラインとかを見てたら、はいはい、とあのライブ配信の時の教祖様のお写真が僕の目に留まったわけですよ。ああ、なるほど。で、その日の夜はこう疲れ果てて寝てしまったんですけど、次の日起きてみたら、うん、嘘のように熱が下がってましたこれも教祖様のおかげなのかと思いましたはぁーっつってすごいね、すごいお力をいただきましたね。奇跡だね、奇跡ですね。ファーってなりましたもん。ファーってね。絶対初見の人は分からんぞ。何の話やっちゃう話になる。レアですからね、ライブ配信。僕らのライブ配信。レアですね。レアですね。一回だけ予告してやりましたよね。まあそうですね。でもこれから予告してできそうだけどね、しばらく。なんかそれこそほら飲食店もなんかなるべく行かないようになんて言ってるじゃないですか、はい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 、だから、うん、まあ、そうなるとね、うん、まあ、僕ら配信はできるから、はいはい、ね、お客さんさえ入んないけどお客さんに何か悪いことがあるわけじゃないじゃないですか、はい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 、だからまあ、うん、予告もできるんじゃないですか。そうですね、ちょっと4月いっぱいぐらいはできるんじゃないですかね。うん、やりましょう、やりましょう、予告して、まあ、ぜひぜひね、見てくださればと思います。週末のいい時間とかにね、できればね、うん、やってみたいですね、やってみたいね。そうそう、どれだけ集められるのかみたいなのをちょっと見てみたい、ね、そうですねでそこで教祖様が ご登場いただいて、皆さんに光を危ねえ危ねえ危ねえわ、まあ、いずれはチャンネルも作りますから。サブちゃん、はい、あ、サブちゃんじゃないです、あ、もうメインです。純粋に分岐とかで分離です。完全にもう別、うちのチャンネルとは別物。別物。別物チャンネルでございます。別チャンで。別チャンでやりたいと思います。やりたいですね。はい、やりましょう。それやりたいなと思います。ジョス様に来ていただいて、いろんなことをしていただく。そうです、別チャンはね。うん、まあ、まあ、いろいろもう考えてます。おお、楽しみですね。まあ、それはまあこのチャンネルが1万人でもいったら次には作ろうかなと。ああ、1万いかないとダメですか。やっぱ1万いかないと。ああ、1万今1700ぐらいに届くか届かないぐらいですか。そうです、うん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 、あと9000ぐらいです。あと9000ぐらい、はい、ああどうやったら増えますかねまあ今んとこ毎日40人ずつぐらいですか増えてるんだっけ。平均したら、まあ、平均したらもうちょい少ないかな、30とか平均すると、あ、うん、ね、となると、まあでもまあ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 、まあ、地道に頑張るしかないです。そうですね、半年ぐらいかかるんじゃないですか。10日で300、1月900、654、ああ5400、半年で5400プラス1年いけば、まあ、1年あればいくよ。1年20万目標ですもん。そうですよ、我々のチャンネルは1年で20万人を目標としてますから、はいはい、まあ、いざとなれば僕があれですわ、あの一軒一軒回ってピンポンっつって、ピンポンっつって、すいませんチャンネル登録お願いしますってやりますわ、はい、OK、はい、ポスティングとかね、YouTube のチラシ作ってこうやっていろんな家に入れていく
新しいね。新しいでしょ。新しいでしょ。すいませんって、チャージ登録よろしくお願いしますって書いてあって、こう UR QR コード貼ってあって、バーンってこうやってポスティングね。ポスティング辛いんだぞ、ポスティングポスティングお店でやりますけど、うん、辛いんだから結構、うんうん、大変よ。大変ね。はいはい、そうですね。あと個人的には、はい、もっともっと女性視聴者を増やしたい。マジだな。あの、深刻な問題だと思う。これは。これは大変深刻な問題ですね。深刻よ。うん、だってさ、何パー？2パー。パソコン上で見ると2パー。そう、パソコンで見ると2パーある。僕のね、うん、あの携帯 の、 その比率が見れるね、アプリあるじゃないですか。はいはい、YouTube のアプリがあるでしょ。うん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 、それで見ると、0.6% なんですよ。女性比率。おお。全期間。あれ、スマホで見ると28日期間とかなんですよね。あ、そういうことか。そう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 。あ、なるほど。ここ、直近の28日間で 0.6%、7% とかで、僕、全期間で扱うんで。あ、なるほど、うん。あ、そういうことなんだ。多分。じゃあ、全体的には 2% なのね。そうですね。2%? ってことはだよ。そうよ。ここ28日間で女性の比率はギューンと落ちてるってことですよ。 1.4 ポイントダウンですよ。え？女性離れが。でも増えてはいるんだよ、総数としては。総数としては。おお。だからどういうことよ。まあでもとにかく少ないんだよ。そうですね。何人よ。1700人だとして 2% で何人よ。30、34人。だってさ、うちのお袋でしょ。なんかこれなんか昔もやったね。うちのお袋の友達3人ぐらいやってくれてる。あとさ、知り合い結構やってるじゃん。はい、まあ、ざっと多分15ぐらいいますよ、うん、知り合いで、うん、増えてない。新規が、新規女性、新女性率がもうスカスカ。どうして？どうしてなんでしょうね。他のお酒系 YouTuber さんはどうなんでしょうね。そうだね、うん、知りたいね、そこのとこね。それが 50-50 です、うちはみたいなね。ってなるよね。マジでってなるよね、そしたら。どうして？あ、まあ、だってさ、実際さ、これでさ、はい、まあ 30% ぐらいいますよとか言われたらさ、それでもさ、ってなる。マジってなる。え、何パーですか？2%です。2% ですなんつって。ねえ。どうしたもんでしょうね。何をしたら女性が見てくれるんでしょう。まあでもそもそもウイスキーとかさ、うん、そもそもバーだし、まあ、女性比率というよりは男性比率が確かに高いからね。まあ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 、だとしてもですよ、はい、総合的にお店にいらっしゃる女性比率って 2% どころじゃない、あるよね。そうですね。そうですよね。 2% ではないです。決して 2% ではないですよね。決して 2% ではないです。0.1個多くていいんじゃないかってくらい女性比率は多いですもんね。全然多いですよ。うん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 、はい、おかしいよね。確かに謎なんですよ。 2% ってやばいよ、うん、だって 98% は男です。うん、のうちの、はい、70% 以上が、はい、もう30代でしょ。そう、30代以上以上が 70%。 どうこれね、もうだ、俺たちがさ、なんかイベントとかもしできるようできるようになってさ、で人集めてもさ、はい、もう本当にもう男の巣窟ですよ。ね、おっちゃん、男の巣窟、男の巣窟、うん、まあ、でもそれはそれで楽しいけどね。まあ楽しいし、うん、まあ実際ですよ、これ言っときたいけど、はい、女性、うん、チャンス、仮にイベントとかしたらね。そうですよ、もう女の人ファッと入ってみなさいよ、うん、引く手あまたよ。そうね、そうですよ。比率 2% ですよ。で、出会いを求めてる女性はうちのチャンネルで、うん、もしなんかこう
イベントもしやるとしたらよ、はい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 、来た方がいいそうですね、そうなんですよ。ウイスキーとかを趣味になさってるような男性の方はいい人ばっかりです。そうでしょう、うん、いい人だしさ、これもいいし、うん、そうです、そうです、まあ、ぶっちゃけ汚い話これもいいでしょ。そうですね、まあまあかかりますからね、この趣味は。そうですよね、はい、そういうものにかけれるんだからそうですね、なかなか、うん、まあ、ぶっちゃけ稼いでらっしゃる、うん、方が多いですね。多いんじゃないかしら、うん、ねだからそういうことなんです。そういう呼び込みを知る、そういう呼び込みをしていきますよそれしかない。教祖様のお力を使って。無理無理、あれはもう、あの、恩恵受けはしないでも、あの、教祖様のチャンネルは恩恵受けも多少あるかもしれないです。猫とか出てくるどうせ猫とか出てくる。猫、はい、猫、猫、うん、そう、猫連れていきましょうか。猫とか出てくる、はい、絶対、はい、まあ、そういうお花とかお花、お花お花を摘んでらっしゃる。お花を摘んでるとか、うん、やりたい、やりたいね、見たい、うん、見たいな、それ見たいね、うん、見たいでしょ。そうですね、まあ、そっちの女性比率もしかしたら高いかもしれないですよね。そうね、そうなんですよ。だから欲しいものリストこの間、はい、作ったじゃないですか。作ってたね。まだどこにも公開してないけど、はい、あれどうします。どうすっかな。アマゾン欲しいものリスト、欲しいものリストってどうなんだろう。もうじゃあすんごいこう説明の勝者に入れとくすんごいもう下の方まで下がらないと見れない。そう、あのもう概要欄をもうめちゃめちゃ見ないと見分からないところにちょっと入れとく。欲しいものはこちらですとか言って。そう、前回の動画でも話しましたよね、そういえば欲しいものリスト。あ、したっけ。したような気がする。あ、してた、してた、してたわ。で、今回はいざ作ってそれをどうしようかっていうね。そうだね、結構作るのも大変だったんだ、あれ。そうか、大変だったのかな。別で1個アカウント作りましたもん。ああ、うん、そうだよね、でも作らざるを得ない。うん、多分入れてるもんが高えもん。見ました。見たよ。なんで30万ぐらいしてんじゃん。うん、絶対誰も買ってくんねえ。いや、奇跡が起きるかなと思って。そっか、あとちゃっかりラフロイグを入れてるんだよね。はい、ラフロイグ入ってます40度の方ちゃっかり入れてるんだよ、はい、まあまあいいんじゃないですか。でも結構いろんな人のやつ見て、欲しいものリスト出してる人のやつ見るけど、うん、お菓子とか入れてるよね。かわいい。なんかこれがあったら僕のなんか主食ですとか言ったら、へえ、そうそうそう、なんかそんな感じよ。でもそんくらいだったら買って送ってくれたりするんじゃないですか。お、興味ないもんね。ん、興味がないでしょ、そういうのね。そういうのはあんまり。岩ちゃんもだからなんか味しめたらやばい気がするんだよそういうものに味しめたらそうっすか。そうだよ、なんか車の部品とかさパソコンの部品とかさ、カメラのレンズとかさ、入れたい、それ入れたい。なんかどんどん味しめて、なんかそういうのをいっちゃいそうな気がするんだよね。うんじゃないよ。そういう使い方ちゃうんすか。ちゃうんすかちゃうんすかじゃない。そうだ、そこが僕は懸念してるところです。おお、まあ、ぜひね、教祖様の方でやってほしいです。あ、教祖様のお布施として、お布施として、 あれをじゃあ教祖様のツイッターアカウントに貼っとけばいいんですそうだね、はい、そうです。そうしましょう、そういう使い方にしましょう。そうしようよ教祖様これ欲しいんだみたいなねさすがに額がでいけんの。いやもうほら、金額のデカさは信仰心の強さに比例する。そういうことだ。そういうことですよ。なるほどね。そうなっちゃいますよ、どうしても。すごいね。うん、そうなっちゃうんだね。怖いね。怖いよ、信仰って。信仰、そうですね、うん。崇拝ですからね。崇拝ですね。うん、
宗教ってやっぱすげえよなって思うもんね。いやすごいですよね、すごいと思いますよ。あんまり言うとよろしくないんでしょこれ。まああんまりでも差別的な発言でもないしいいんじゃないですか。そうかそうか、別に大丈夫だと思いますけど。うん、まあすごいですね、うん、我々はねどんな信仰対象に対してね、オープンですから。そうですね、てかまあ普通もう絶対に否定はしないスタンスでは普通バーでその話はしないとか、ね、そうですね、のがまあ第一、うん、何でしたっけ、政治野球宗教の話はするなって。そうですそうです、あのバーですると喧嘩になるよっていうね、うんうん、ただ俺思うんですけど、はい、それもだいぶ昔の言われじゃないですか、うん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 、野球は別にもう喧嘩になんねえと思うんだよ。お野球今さらさ巨人です阪神ですって喧嘩になる？熱狂的な方はなるんじゃないですか。熱狂的な感じでなるかね。うん、まあでも人によりけりですよね。なんかでもさ、それこそ僕らもだいぶ上の世代ですよ、うんうんうん、ね、なんかバブルとかさ、はい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 、そのくらいよりもちょっと前とかさ、うん、かそういう人たちの、うん、なんかちょっとあるじゃないですか、血というかさ、はい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 、あの人たちの時代だったら、いや巨人だ、ふざけんな、俺は阪神だとかってあると思うけど、今の時代である？今の時代であります？それそもそもテレビで野球やってないもんね。そうなんだ、あんなにめちゃくちゃ昔やってたのに、うん、今なんもじゃないですか。そうですね、ない気がするんですよ。 F1 とかもテレビでやってくれないしね。やってたよね、昔やってましたよね。やってた、見てた。あれやんないね、そういえばね。でもセナとかの時でしょ。懐かしい。セナは僕リアルタイムで見れてない世代なんです。あ、マジ、うん、俺はあのセナが死んだあれ見てますよ。おお、うん、あの突っ込んじゃう、はい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 、あれ見てますよ。僕はねミハイル・シューマッハ全盛期の。ああ、そっかそっかそっか、うん、ルイス・ハミルトンより前、ラルフ・シューマッハとミハイル・シューマッハ、そうそうそう、ラルフとミハイルとか、はいはい、そこら辺ですね、ジェンソン・バトンとか、はいはいはい、佐藤拓磨が現役で走ってた頃が一番印象に残ってますかね。うん、ホンダが強いと思う。そう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 、うん、VAR ホンダの時か。そうだ、はい、ラッキーストライクのカラーの、はいはい、懐かしいな。くっそ、年分かる。バレちゃいますか、ね、バレちゃう。まあでもね、MotoGP だったらバレンティーノロッシ、バレンティーノロッシは息が長いからね。息長いよ、バレンティーノロッシはそうだよ。ロッシ、あれケイシー・ストーナーとか。うるせえな、やべえ、うるせえぞ。ダニ・ペトロサー、ケイシー・ストーナー、うんうん、RC211V っていう、ね、だいぶうっさくなってた、うっさくなってた、うっさくなってたぞ。これはうっせえやつだ。あのね、ホンダの V 型のエンジンが良かったんですよ。うっせえわ、はい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 、全然バーに関係ないのがずっと続いてますけど。そうですね、いい、いいの、いいんじゃないですか、いいか、うん、V 型のエンジンがいいんだ。 V 型のエンジン、あ、そうなんだ、わからない。あれ、V 型のエンジンに憧れて僕免許取ってすぐ乗った単車が、うん、RVF っていう、わ、うん、かんない、わかんないですよ。おー、そっか、 V 型4気筒の 400cc なんですけど、わかる人いるかもしれないから、いいよ、喋っといいよ。あのエンジンすごくて、カムギアトレーンって言って、はい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 、いいでしょ、続けて。クランクからバルブまでがギアで繋がってるんですね。うん、普通カムチェーンとかなんですよ。はい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 、わかる、その辺はわかる、その辺はわかる。あのバルブを開閉を見てるやつがリンクしてるのが、うん、僕ギアでできてて、ものすごいね、独特の音がするんですよ。白バイの VFR800cc の白バイとかって、うん、なんかキュインキュイン言ってません？キュンキュンって、あ、言ってる、あの音、うん、あのメカニズム、カムキアトレーン、ね、あれ良かった、あれ良かった、あれ良かった、わからないね。大きいのに乗り換えて手放しちゃったんですよね、あれ。もったいなかったな。わからない、ちょっとつまらなかった。うるせえ、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 うるせえ。僕はもうホンダしか乗ってないんで、2輪車は。一回ほら死にかけてるじゃないですか。はい、死にましたね。死んだじゃん。あれはもう死にましたね。そうですよね、はい、
バーンなったわけでしょ。そう、バーンなバーンなってぐちゃぐちゃってなったわけじゃないですか。簡単に言うとぐちゃぐちゃってなってなったわけじゃないですか。バタ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 ってバタ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 ってね、バタ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 っていう、あの回転翼のね、うーってなって、うーってなって広場に連れてくれて、グリだってなって、そうそう、でバタ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 って運ばれて、ドクターヘリですか。そう、ドクターヘリ、記憶にないドクターヘリ。それ以来乗ってる、乗ってますよ。あ、乗ってはいるんだ。その事故の2年後か3年後くらいにまた同じ車種買い直して普通に乗ってました。あ、そう、うん、でもそっか、事故の瞬間の記憶ないんだもん、ね、ないです。あ、そうだよね。家の玄関を出て気がついたら病室のベッドの上だから乗れるんだね、おそらく。多分もうさその瞬間とかさ多少こう意識があったりとかしてたら、うん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 、もしかしたら乗れてないかもね。怖くて乗れないっておっしゃる方いますよね。そうだよね、うん、そうだわ、うん、いや死にかけてる、死にかけたのもあってうっせんだろうな多分。いやその前からうっせんのかうっせんは変わんねえのかさらにうっさくはなってる、ね、そうですね、うん、なんかね楽しいことをしようってあ、うん、いう考えになりましたね。うん、うん、そっかそっか。そうまあでもそうだよね、一回死んでるもんね。うん、本当に思ったん、うん、そう思って生きてるから、やりたくないこと、やりたくないことでも楽しく過ごせるようにとか、うん、自分がやりたいと思ったんだったらとことんまで突き詰めて悔いのないようにしっかりしたいなとは。すぐやるとかね、うん、すぐやる、すぐやる病なんですよ。そうだよね、すごい周りから嫌な顔されるんですけど、うん、思い立ったら即行動をしないと死ぬかもしれないよね。そう、もう帰り歩いてたらドーンっつって死ぬかもしれない。ほんとそうだよね、うん、確かにな。そうですね、うん、そう心がけては生きてます。そうしないとね、うん、まあ、ほんとその通りだもんね。バーンってなるかもしれないよね。まあ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 、バーンってなっちゃった時に、それで終わりってなった時に、うん、よしとするか、ああまだなんかやりたかったなとか。そうだよね、うん、だったらね、やることやり尽くしたよつって死んでった方がいいかなと思って。確かに確かに、好き勝手やってますまあまあいいですよね、うん、それはいいことですよ、本当に、うん、なるほどね。うるせえ話か、うるせえ話まだ引っ張る。いや、うるせえのはもういいかな、はい、うるせえんだもん聞きたい人もね、なかなかね、こういうのうん、うるせえってなっちゃうからね。そう、ちょっとうるせえなってなっちゃう。この前見たすげえ人の話してください。変な人の話、うん、変な人、どの人がいいか、変な人どの人がいいかな。蕎麦屋の人にする蕎麦屋の人にする。蕎麦屋の人、はい、この前ね、はい、朝の6時ぐらいですわ、うん、まあ、この店終わって、はい、で YouTube 編集して、はい、でもう途中で腹減ったなと思って、もうこらいかんわと思って、そばを食いに行ったわけですよ、はい、でそば食いに行って、はい、朝6時だからもう店着いたら下手したら7時ぐらいになってたと思うんですよ、うんうんうん、に、まあ、そば頼んで待ってたら、うん、これベロベロの親父が入ってきたわけですよ。ベロベロのベロベロの親父が、はい、こんな感じで、で携帯ありませんでしたかとか言って、そしたら店員さんが、あ、ありましたよって、で見つかったんですよ、はい、したら見つかった瞬間に、ありがとうございますありがとうございますとか言って、こう土下座して、超土下座して、もうすごいんだよ、だから道のさ、なんかこう道のど真ん中で土下座して店内のね、はい、でもうみんなびっくりしちゃうじゃん、そんな、うん、でびっくりしちゃって、でも俺もうわーと思って見てたわけよ、土下座しとるぞと思って、うっせえな、また、うん、うっせえな朝からと思って、わーありがとうございます。でまあまあ、あの店員さんもびっくりしちゃうじゃんね、はい、でよかったですねとか言って、店員さん優しいから、うん、よかったですねとか言ったら、本当にありがとうとか言って男の店員さんに答えきつい抱きついてんだよ。お店さんこんなんなっちゃう。びっくりしちゃってっから。
でもなんかベロベロなのよとにかく、はい、でじゃあもう一杯飲んでいこうかなよくあってもうなんで朝かなと思ってどういうことだよ朝だぜで結局飲んでたいやもう帰った俺そのあもうラーメンあっそば、はい、その頃にはちょっともうすぐ食ったからもううっさくてなんか嫌だったんで、はい、うっせえっていうかもうなんかすごいとかもうちょっとないもうすごいんだよもうすごいんだよでいやいやもうなんだなと思ってなんかすげえ酔っ払ってるし、はい、なんかこっちに飛び火しても嫌だなと思って、はい、ガーッて食ってなんか飲んでたのかどうかは分かんないけどすぐ帰りました私はおうん、なんかでもフラフラしてたね変だわ朝ですもんね朝よ朝7時ぐらいだと思うベロベロよまあいろんな方がいらっしゃいますからねその時間にお家に帰る方ももちろんいらっしゃいますしね死ぬかと思ったっつうの電話がなくてそう一回蕎麦屋に寄ったってことですよねまあ多分そうだろうね、うん、蕎麦屋さんにいたんでしょうね、うん、ほんで携帯を探し歩き、うん、ここにあるかもと寄ったんでしょう、うんうん、で見つかって、うん、喜んで、うん、土下座して、うん、すごいね土下座の勢いが半端なかったスライディングジャンピング土下座ぐらいだったよバババーンみたいなすっげー落としたと思ったなんだ土下座しはいつくばってんだよね、最初に抱きついて、うんうん、もうねこの時期に濃厚接触ですわね、はいはいはい、ねでそうですよで最初に飲んで帰るって言って俺お会計してる時に喫煙室に入ってたから、うん、まあまあなんか一服してあるんじゃないですか、うん、すごいねむちゃむちゃすごかったなあれ勢いがすごかったいるよねそれ聞いてる分には面白いですけどね実際自分が目撃したらビビるようわってなっちゃうんですよねちょっとねビビる怖ってなるそうですよねうんすごい勢いがね、うん、勢いがすごいんで怖かったですけどちょうど予定時間になりましたねおこれでちょっと超過してるくらいです撮った撮れましたねなるほど、はい、まあ作業用でしたねそうですね30分かなすごいよねん全く酒の話しないんだそうですよねねお酒の話は普通の配信でね、ねやってるからねうんこっちはねファンに向けてはそうですよチャンネル登録者視聴率 100% を目指してますからねこれこれすごい新規ゼロっていうねそうですそういうのあっていいじゃない、まあ、まあでも作業用の動画なんかちょっと需要が多少ちらちら出てきてなんか皆さんその通勤だったりとかあね暇な時に本当音声のみで楽しむように聞いてますって方も出てきてますから、うんまあ多少こういう形で落語やりましょう今度落語落語落語好きでしたよね好き俺は落語好きだぞあんたあんた起きておくれよあんたってまあそんな感じでやりたいやれねえよやれないすげえ頑張んないといいでしょそもそも落語ってね、うん、職人芸ですから ね、すごいぜ、すごい訓練っていうかね、そうですよ、修行を積んだ方がやるからああなるものであって、そうですそうです、うん、すごいです、すごいです落語に、うん、まあ聞いてるだけで面白いですけど、うん、これ落語の話になっちゃうから、いや、ありでしょ、ありでしょ、もうこの辺でねっつったのダメでしょ、ダメですか、ダメでしょ。全然終わんなくなっちゃう次回の雑談コーナーもう少しで落語の話落語の話は誰も興味ない誰一人興味ない
まあでも、まあまあまあ、はいはい、そうすると俺のうるせえ話なんで。あ、それも面白いじゃないですか。俺だって、ね、趣味が落語と相撲だからね。やばくない？もう渋すぎるだろ。渋い。落語と相撲と乃木坂46とあの日向坂46です。危ないよね。素晴らしいですね。危ない、もう危ない、危ないですね。あと小説家になろうのなろう小説を呼ぶっていうの趣味。趣味です。なろうを読むのね。なろう小説を読む、はい、面白いからハマっちゃうからね、はい、そんな感じですけど。そうですか。あとマージャン。マージャンね。いっぱいありますけど、はい、まあ、次回はその辺もやるかは分かりませんけど、はい、やっていくかと思います。忘れた頃にまた、ね、また作業用動画が、うんうん、やっていきましょう、はい、はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました、はい、YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。